大坪康夫は、日本の内務官僚、政治家、自由民主党衆議院議員、佐賀県生まれ、内務省入省、警保局出身、1935年、満州国総務庁法制所長、1940年、第37代島根県知事、大阪府警察局長、1944年、第28代長野県知事、 長野県知事として終戦を迎え、玉音放送を受けて、県民に終戦を国有した。1945年10月27日、知事を胃顔面本官となり退官公職追放となる。追放解除後の1952年の第25回衆議院議員総選挙と1953年の第25回衆議院議員総選挙に、 佐賀選挙区から自由党で出馬するが、落選。1955年の第27回衆議院議員総選挙で、初当選。1960年7月、第1次池田内閣文部政務次官。同年11月の第29回衆議院議員総選挙では、落選。1963年の第30回衆議院議員総選挙で返り咲く。 1964年7月、第3次、池田改造内閣法務政務次官。同年11月、第1次、佐藤内閣法務政務次官。1969年、衆議院文教委員長在任中に、日本社会党と公明党から、解任決議案が提出されたが、否決された。1972年の、 第33回衆議院議員総選挙で落選し、政界引退。1974年1月9日、心筋梗塞のため国立東京第二病院にて死去。74歳。ありがとうございます。